先生電力先物の,の取引の準備をするにあたってまずいくらで買えるのかそして価格はいくらなのだろうかということが気になるんですけれども株価などと違って電力先物の,の価格ってテレビや新聞では見かけないんですよね。一体どこで確認すればよいんでしょうかそうでですすすねあの株価価ななどととと違って電力先物の,の価格ははは身近では日記することはないと思い思ます ただ、取引所のホームページにはしっかりと掲載されていますから、うん、そちらを紹介したいと思います。はい。こちらのページですけれども、日本取引所グループのトップページになります。このページの左のメニューを少し下にめくっていただきますと、うん、大阪取引所、東京商品取引所日報の項目がありますので、ここを選んでください。うん、右側のトコムの商品先物相場表をクリックしますと、 こちらが東京商品取引所トコムの日報になります。一般的に日報と言いますと、1日の業務をまとめたものだと思いますけれども、取引所にとっての日報と言いますのは、上場している銘柄の取引状況を取りまとめたものになっています。株価の新聞欄のようなレア状になっております。こちら中身の方ですけれども、東エリアベースロード電力先物と、 ということになっておりまして、こちらでは2つの取引時間帯。ナイト。これは16時30分から19時までの取引。そして日中。こちらは8時45分から15時15分までの取引。この取引の時間帯の価格。つまり、始め値、ね、高値、ね、安値、終値などが掲載されております。うんこちら、ほとんど空欄になっているのはどうしてなんですかはい。そうですね。 あの、空欄ばかりになってます。うんえー、株などと違いまして、電力、先もな、それほど頻繁に取引されていないというのが現状ですので、取引がなかった銘柄は、薬状数値も、取引高も空欄になっているというものです。でも、うん、これですと見てもあまり情報が得られないんじゃないかと思いますが。うん、はい。あの、ただ取引がなかった銘柄でも、毎日更新されるものがありまして、それは超入れ値段という項目になります。 この価格を用いまして、日々の価格変動による損益の計算、いわゆる値洗いですけれども、これが行われていますので、非常に重要な価格となっております。また、電力先物はその日に取引がない、つまり終わり値のない銘柄が多いですので、先物のその日の価格といった場合に、この超入れ値段を使うことが多く見られます。でも、いくら電力先物が取引が少ないからといって、 ここまで少なくないんじゃないかなと思うんですが。はい。そうですね。あの、実は今見ていただきましたのは、立ち会いない取引についてということになっておりまして、ああ取引所にはもう一つ、立ち会い外取引というものがありまして、うん、電力先物に関しましては、こちらの方で活発な取引が行われているという状況にあります。うん、立ち会い外取引ってどういうものなんですかはい。 あの、個別競争売買から独立した立ち合い外市場において行う立ち合いによらない取引ということなんですけれども、これだと少しわかりづらいですね。ポイントとしましては、売り手、または買い手の一方の申し出と、これと対等させるために行われた申し出とが合致した時に成立するという点にありますま。この申し出をする前に、売り手と買い手でどの銘柄をいくらで 何枚取引するのかといったことが合意されている点が特徴になっております。売り手と買い手があらかじめ合意していないといけないとなると、なんだか大変そうに思うんですけれども、でもこちらの方が立ち上がり取引の方が多く行われているのはどうしてなんですか、うん、はい。理由はいろいろとあるんですけれども、例えば1月切り、2月切り、3月切り、この3つの現月をですね、組み合わせでセットで買い付けたいと。 いったような場合ですと、立ち合いない取引の方で、すべて同時に約定させるというのは少し難しいですので、うんうん、立ち合い外取引というものを利用して、このセットで売っても良いという人を見つけたりするときに使われております。確かにそういう場合ですと、立ち合い外取引の方が便利そうですね。うん、はい。では、実際に立ち合い外取引のページを見てみましょう。はい。はい 先ほどのページの下の方にスクロールをしていただくと、立ち合い外取引の日報があります。こちらですけれども、先ほどのと比べると少しシンプルに見えるかと思います。うん、中身、記載の方ですけれども、4月切りから9月切りまでの6つの銘柄について、それぞれ60枚ずつ約定しているというのが見て取れるかと思います。 日本については、これよりも古いものも見ることはできるんですかはい。ホームページの方では過去1年分を掲載しておりますので、かなり遡って見ることができると思います。日本についてはわかりましたが、これだけだと情報が少ないような気がします。他には何かないんですかはい。もう一つ、取引所のホームページには価格情報も掲載しています。日本取引所グループの右側の 先物オプション価格情報の商品トコムをクリックしていただきますと、商品先物価格情報が表示されます。では、東エリアベースを見てみましょう。日報と比べるとなんとなく数値が埋まっているような気がしますが、どこが違うんでしょうかはい。まず、このページですけれども、最低20分遅れではありますが、今日の情報で常に更新されています。 日本の方は昨日の情報でしたよね。はい、ですので、この説明の間にも、こちらのページは数値が変わるかもしれません。うん、そして、日本と比較すると、気配欄のあるのが特徴になっております。気配というのは聞いたことがないんですけれども、どういうものなんですかの気配とはいろいろな意味があるんですけれども、ここで見ている気配、例えば、売り気配20円、売り気配数量10枚というのは、はいうん この銘柄の売り注文のうち最も優先する、つまり一番低い価格の売り注文は20円で10枚ということになります。うん、この値段で買い注文を出せば買えるということになりますね。これはとても便利ですね。実際に買える値段を把握できるということですよね。はい、その通りです。うん、でも売り気配値段よりも低い値段で買い注文を出して、その買い注文を見た人が 売り注文でぶつけてくれるのを待つと。まあ、こういった方法もありと思います。はい。このページをまめにチェックしたいと思います。はい。あの、電力先物の価格は新聞ですとかニュースなどではなかなか見かけないと思いますが、取引所のホームページにはしっかりと載ってますので、ぜひ活用していただければというふうに思います。なお、取引所の方では、電力先物に関してマンスリーレポート、 を作成し、無料でメール配信しております。ご興味のある方は、こちらのメールアドレスにお申し込みをいただければと思います。はい、わかりました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。